1945年8月9日に対日参戦したソビエト連邦は、8月11日に南カラフト占領作戦を開始しました。これは、南カラフトの占領と北海道への侵攻の拠点を確保することが目的としていたものでした。ソ連は、歩兵師団、歩兵旅団、戦車旅団が北カラフトから陸路で侵攻し、北太平洋艦隊と歩兵旅団が補助的な攻撃として上陸作戦を実施します。これに対し、日本軍は主に歩兵1個師団で対応し、国境地帯でソ連軍を足止めすることに成功しました。8月15日、日本のポツダム宣言受諾が発表され、太平洋戦争は停戦に向かいます。しかし、ソ連の侵攻は止まらず、日本軍との戦闘は続いたのです。8月19日以降、カラフトでの停戦は徐々に進んだものの、ソ連軍の上陸作戦によって戦線は拡大します。8月23日頃には、日本軍との停戦が成立し、8月25日に大泊を攻略して、カラフトでの戦闘は終了しました。当時、南カラフトには、40万人以上の日本の民間人が住んでいたのですが、ソ連軍の侵攻後、多くが急いで北海道方面に避難しました。自力で脱出した人も含めて10万人が避難できたものの、避難船3隻が、ソ連軍の攻撃を受けて約1700人が死亡しています。陸上でも、ソ連軍による無差別攻撃がしばしば行われ、約2000人の民間人が亡くなりました。ソ連による国境地帯への侵攻。国境の北地区守備を担当する歩兵第125連隊は、8月9日の時点で第2大隊だけがコトンでソ連軍に備えていました。開戦と同時に、連隊長の小林大佐は、国境付近の文章や住民の交代と道路破壊を命じ、連隊主力を率いて北上しています。ソ連軍が砲撃を行うだけで進撃に着手しなかったため、10日にはコトン北西の八宝山へ布陣を終えたのです。住民誘導や道路破壊作業は特設警備隊や地区特設警備隊を中心に進められました。ソ連軍の中央軍道方面からの侵攻は8月11日午前5時頃に始まりました。最前線の半田集落には歩兵2個小隊と国境警察隊28名の計100名程度の守備兵力しかありません。にもかかわらず、彼らは奮戦し、戦車と航空機に支援されたソ連軍先遣隊を丸一昼夜阻止したのです。しかし、収穫的せず、8月12日にほぼ全滅してしまいます。ただ、この玉砕は、付近の日本軍に指揮高揚をもたらしています。ソ連軍には日本軍の精強さと粘り強さを見せつけ、ひどく狼狽させたのです。8月12日昼には6日からツンドラ地帯を強行突破したソ連軍第179狙撃連隊がコトンに進出し始めます。しかし、訓練用の木銃と銃剣で武装した市長兵第88連隊第2大隊や憲兵の突撃で足止めされてしまいました。なお、第5方面軍が9日に発した積極攻撃禁止命令は、この頃に歩兵第125連隊へと届き、以後の戦術を制約していきます。8月13日、ソ連軍第1兵団は、日本の歩兵第125連隊に対し、第179狙撃連隊による包囲攻撃を開始。日本軍は、速射砲などで反撃するも、ソ連戦車を撃破できません。そして、軍道上の師走陣地守備隊は、大損害を受けて撤退せざるを得ませんでした。この時の激しい抵抗は、ソ連第1兵団主力を驚かせています。彼らは、数百メートル前進しただけで、防御態勢に移行したほどだったのです。コトンの兵舎周辺では、日本の歩兵第125連隊、第1大隊とソ連軍第179狙撃連隊との激戦が続きました。8月16日夕刻までに、日本側は大隊長小林貞治少佐、
岩貝大隊副官が戦死し、撤退に追い込まれています。8月16日に、ソ連軍主力は、火砲213門筒を投じた総攻撃を再開させます。そして、コトンまでの軍道を開通させるも、主陣地である八宝山は落とせませんでした。8月17日から18日頃、日本の歩兵第125連隊本部に師団からの停戦命令が届き、自衛戦闘に移行しています。8月18日、連隊長の小林大佐は空師を派遣して降伏に応じることになりました。そして歩兵第125連隊は8月19日10時に武装解除して戦闘を終えています。北地区での戦い。北地区の日本側指揮は、歩兵第125連隊降伏後、上宿下にいた第88師団参謀らが実質的に引き継ぎました。中央軍道方面での戦闘の間に、8月17日朝には上宿下の住民避難が終わっています。市街地は高架とソ連軍機20機の空襲で全焼し、シスカも8月20日に放棄され、総引き上げは完了しました。この時、ナイロ鉄橋やシルトル川鉄橋爆破による防衛線構築が検討されたのですが、避難民が残っていることから断念しています。前進してきた日本側の師団長、師団参謀長らとソ連側の交渉の結果、22日に停戦合意が成立しました。中央軍道とは別に、8月12日に西海岸の日作丹村安別にもソ連軍の侵攻を受けています。これには歩兵第125連隊の1個中隊などが住民の支援を受けて対抗しています。安別派遣隊は連隊本部からの停戦命令を受けた後も投降せず、他隊の人員を吸収して約500人で南下しました。名寄町北部に至って部隊を解散し、私服に着替えて自由行動をとり、一部は北海道の第5方面軍司令部への報告に成功したのです。北地区の戦闘で日本軍の受けた損害は戦死568名でした。そのほとんどはコトン周辺の戦闘で生じています。他方、ソ連側の損害は日本軍の推定では戦死1000名と戦車破壊数10両となっています。なお、日本海軍のシスカ基地部隊は飛行場周辺で対空戦闘を実施していました。しかし、8月14日夕刻、陸軍とは連絡を取らずに独断で大泊基地への撤退を決定してしまったのです。北東空司令部の制止も無視して通信設備を破壊する始末でした。翌8月15日早朝には攻殻砲台などを爆破して大泊基地へと自動車で撤退しています。彼らは当初は大泊を守備する構想だったのです。しかし、移動中にポツダム宣言受諾を知って戦闘を放棄しています。そして大泊基地部隊とともに解剖艦シュムシュへ優先的に搭乗して北海道へ引き上げたのでした。ただし、豊原海軍部官府は同行せずに残留し、民間人の保護に当たっています。道路上陸作戦。ソ連軍は第2期作戦の一環として、南カラフト第2の都市であるエストル町に近い道路上陸作戦を計画していました。そのため、8月10日以降、エストル港と道路港はソ連北太平洋艦隊航空隊の攻撃目標とされることになったのです。8月13日には、魚雷艇とカッターボートによる偵察を行い、ほとんど守備兵力はないと判断しています。上陸決行は当初陸上侵攻と連携して実施する予定でした。しかし、アンドレーフ北太平洋艦隊司令官は後期と考えて8月16日の上陸を独断で決定したのです。この時のエストル町、道路町付近は開戦時には歩兵第125連隊の1個中隊と若干の後方部隊がいるだけでした。その後、安別へのソ連軍侵攻後、本土安別線からの襲来の危険が生じるようになったのです。そこで歩兵第25連隊の正規1個中隊と
訓練中の諸年兵一個中隊などが8月14日に増派されていました。その他、特設警備第301中隊と豊原地区第8特設警備隊、義勇戦闘隊、つまり学徒600名と女子80名も招集されました。そして豊原地区司令部から出張中だった富澤健三大佐が臨時に指揮官に任じられたのです。日本軍は正規歩兵2個中隊を配備して防衛線を張るという対応を取ることにしました。そして特設警備第301中隊のうち1個小隊を道路飛行場の破壊と登録を守備に当てます。残りは住民避難の援護のためエストル市街に置いたのでした。住民の多くは上エストル方面へ避難に移り、道路ではソ連軍上陸時に約 20% だけが残っていた状態で戦闘状態に入ります。ただ日本軍は13日のソ連軍偵察隊を本格上陸と誤認してしまいます。その結果、特設警備中隊の射撃で撃退に成功したと誤解してしまったのです。一方のソ連軍は8月15日に警備艦1隻、機雷敷設艦1隻、輸送船2隻、小艦艇多数をソビエツカヤガバニから4波に分けて出撃させました。8月16日早朝、第365海軍歩兵大隊と第113狙撃旅団第2大隊が艦砲射撃と海軍機の援護下で東路港に上陸を開始しています。東路の町は消失し、守備の1個小隊は壊滅しました。安倍昌磨、東路町長らは、エストル市長から、終戦と抵抗中止を通知されて、ソ連海軍歩兵との停戦交渉に向かいました。しかし、武装解除と住民の呼び戻しを要求されて、人質に取られ、間もなく射殺されてしまったのです。上エストルへ避難する民間人も、無差別な機銃掃射を受けて、死傷者が続出するという悲劇に見舞われています。道路での日本側の奮戦。日本の特設警備第301中隊は、諸年兵中隊や地区特設警備隊、国民義勇戦闘隊、警察隊などをかき集めて、避難民の援護に当たりました。彼らは奮戦し、道路から南下侵攻してきたソ連海軍歩兵2個中隊を阻止しました。さらには、逆襲に転じて敗走させ、王子製紙工場付近まで追撃したのです。その後は、エストル市長長以下400名の避難民の護衛を務め、翌17日午前3時頃には、上エストルへ到着することに成功しています。ソ連軍は、8月17日午前7時から8時30分に、エストル山市街を占領しました。そして、午前10時30分頃に、エストル港から上陸した独立機関銃中隊とともに浜市街を占領したのです。ソ連側記録によると、8月17日にもエストルで市街戦があったことになっています。しかし、実際には日本側の部隊は残っていませんでした。上エストルの町は8月17日午後に空襲を受けて焼失しました。また、疎開する中で、特設警備隊や義勇戦闘隊は隊員が家族の元に戻って解散しています。この時エストル方面総指揮官として派遣された吉野定吾少佐によってソ連軍との停戦交渉も行われています。ただソ連側が要求する住民の帰還は避難民らは受け入れることができません。よって武装解除にも応じず妥結することにはなりませんでした。エストル市長長や吉野少佐は、日本兵の士気が高く、戦闘拡大の恐れがあると判断します。そこで、避難民や軍部隊をまとめ、ナイロエストル線を投進して、ソ連軍から離れることにしたのです。そして、ナイロ付近まで達した8月24日に、師団司令部から連絡将校が到着して、投降命令が伝達されました。こうして、部隊は武装解除を受け入れたのです。まとめ。今回紹介した国境地帯、そして道路では、日本軍と住民が必死の抵抗を見せました。それは、時にソ連側を狼狽させるような凄まじいものだったのです。しかし、
奮戦むなしく住民も含めて日本側は死傷者を出していきました。次回はその後も続いたソ連軍の侵攻と日本側の死力を尽くした抵抗について解説します。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。もしよければもう一本この日本の火力の動画をご視聴いただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。